高徳院。高徳院は、神奈川県鎌倉市長谷にある浄土宗の寺院。本尊は、鎌倉大仏、長谷の大仏として知られる阿弥陀如来像、国宝。三号は、大遺山。詳しくは、大遺山高徳院省城選寺という。会期、創立者と、解散初代住職は、共に不詳である。2004年、平成16年2月27日。 境内一帯が鎌倉大仏殿の後の名称で国の史跡に指定された。なお、大仏の造立経緯や大仏殿の倒壊時期については諸説ある、口述。現在の住職は慶應義塾大学教授でもある佐藤隆夫が務めている。高徳院は鎌倉のシンボルとも言うべき大仏を本尊とする寺院であるが、解散、回帰は不明であり、 大仏の創造,造の経緯についても資料が乏しく、不明な点が多い。寺の曹操については、鎌倉資材木座の光明寺奥の院を意見した者が、当院だという説もあるが、定かではない。初期は、新言宗で、鎌倉極楽寺海山の認証など密教系の僧が十字となっていた。後臨在宗に属し県庁寺の末寺となったが、江戸時代の聖徳年間、 1711年から1716年に、江戸、増上寺の雄天商人による、最高遺構は、浄土宗に属し、材木座の光明寺、浄土宗関東総本山の末寺とっている。高徳院の隠語を称するようになるのは、浄土宗に転じてからである。東鏡まには、略人元年、1238年、深沢の地、現、大仏の所在地にて、そう、 上皇の肝心によって、大仏堂の混流が始められ、5年後の還元元年、1243年に、海岸供養が行われたという記述はある。同時代の気候文である、東漢気候の筆者、名は不明は、忍字3年、1242年、完成前の大仏殿を訪れており、その時点で大仏と大仏殿が三分の二ほど、完成していたこと、大仏は、 銅像ではなく木像であったことを記している。一方、東鏡には、県庁四年1252年から深沢里にて、近藤八条の釈迦如来像の増流が開始されたとの記事もある。釈迦如来は、阿弥陀如来の動きと解釈し、この1252年から増流の開始された大仏が、現存する鎌倉大仏であるとするのが定説である。なお、 前述の1243年に海岸供養された木造の大仏と1252年から作り始められた銅像の大仏との関係については、木造大仏は銅像大仏の原型だったとする説と、木造大仏が何らかの理由で失われ、代わりに銅像大仏が作られたとする説とがあったが、後者の説が定説となっている。あずによると、 大仏造流の肝心は上皇なる僧が言ったとされているが、この上皇については他の自責がほとんど知られていない。大仏が一僧侶の力で造流されたと考えるのは不合理で、造造には鎌倉幕府が関与していると見られるが、東鏡は、銅像大仏の造流開始について記すのみで、大仏の完成については何も記しておらず、幕府と上皇の関係。 増流の趣位などは未章である。鎌倉時代末期には、鎌倉幕府の有力者、北条金沢貞明が息子、貞行、六原丹大に宛てた書状の中で、関東大仏増営量を確保するため当選が、私そうする予定であると書いている、自社増営量当選。しかし、実際に当選が公徳院、鎌倉大仏に、増営費を納めたかどうかはこれも資料がないため、 不明である。大仏は、元来は、大仏殿の中に安置されていた。大仏殿の存在したことは、平成12年から13年、2000から2001年にかけて実施された境内の発掘調査によっても改めて確認されている。太平記には、建武2年、1335年、欧風で大仏殿が倒壊した旨の記載があり、鎌倉大日記によれば、 大仏殿は、大安2年、1369年にも、倒壊している。大仏殿については、従来、室町時代にも、地震と津波で倒壊したとされてきた。この津波の発生した年について、鎌倉大日記は、明王4年、1495年、明王地震明王4年8月15日の地震と、する。一方、室町時代の前奏、万里周区の、 バイカム人像によると、文明18年、1486年、彼が鎌倉を訪れた際、大仏は、無道雨、しかもロザであったといい、この時点で大仏がロザであったことは確実視されている。平成12年から13年、2000から2001年の境内発掘調査の結果、王安2年、1369年の東海以後に、大仏殿が再建された形跡は見出されなかった。 ロザとなり、後輩が進んだ大仏を、江戸中期に、雄天が、浅草の商人、野島新左衛門の記者を得て、両国と共に復興を図る。そして鎌倉大仏のいかけ修復に着手し、成城戦時公徳院と称する念仏専修の、寺院を最高に成功し、当時、浄土州、関東十八段林の筆頭であった、光明寺の奥の院に位置づけた。 関東大震災では、気壇が壊れ1メートル沈下した。1959年から2年間行われた大修理では気壇を免震にし、大仏本体にも補強を施すなどを行った。2017年1月から3月まで、保存修理と調査が行われた。鎌倉大仏が混流されている場所は、もともと、橋のおさらぎという地名であった。そのため、 鎌倉大仏に限っては、大仏と書いて、おさらぎと読む場合がある。また、この地に由来のある家系には、大仏と書いて、おさらぎと読むせいがある。北条氏の書流の中には、大仏流北条氏があり、執権を出したこともある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。